透明タイプの補助便座補助便座とは、幼児がトイレットトレーニングにおいて用いる排泄補助具。商品名としては、幼児用便座、幼児用補助便座などと称されている。商品は育児メーカー中心に発売されているが、トイレメーカーから発売されているのは、とうとうトリクシルのみである。また、日本で幼児用便器を製造しているのも、この2社と業界として、 初めて幼児用簡易水洗トイレを開発した、大和火星と幼児用大便器発の再本式や、再本ボルテックス式搭載便器、暖房便座を開発した幼児用器具などを製造する弱閲のみである。一般の洋式トイレでは、便座の口が大きく、幼児が座ると落ちてしまうため、それを防ぐために、この補助便座を洋式トイレにセットして、便座の口を小さくする。 お丸のようにまたがり、取っ手がついているので、これを握りながら、用を足す。男女兼用型ではあるが、デザインのバリエーションとして、男の子向け、女の子向け、男女兼用型が存在する。便座の前方には、小水受けを設けて、尿の飛散を防ぐようにしているものもある。またお丸の中にはばらして、補助便座として使用できるものもあるほか、洋式便器の便蓋の代わりに、 用事用便座をつけた親子便座もあるの普通便座のみ。前者は単品として発売。後者は親子便座の商品名として普通便座とセット販売。最近の公共施設や店舗などのトイレは温水洗浄便座の設置が一般的になりつつ用事用便座が付いているところは少ない。一方で多目的トイレでは用事用便座が設置、または 用事用便器が置かれるケースもある。洋式便器用の他は式便器に設置するものも存在する。これには足の背を設けて幅を狭くしてしゃがみやすくするタイプとおまるのようにまたがって座るタイプがある。ありがとうございます。